今日はノースフェイスの、冬用のジャケットをちょっと紹介したいんですけども、僕が買う予定で購入した、これ夏に注文してすぐ届いたんですけども、ノースフェイスのゴアテックスプロジャケットというジャケットなんですけども、これは冬用のジャケットで、一応オールシーズン使えるような仕様になっています。だからカッパとしてレインジャケットとしても、まあ、使える仕様になっているという感じで、品番は NP61711 ゴアテックスプロジャケットというジャケットで、まあ、ゴアテックスの3レイヤーになっていると。で、僕は基本的に3レイヤーしか使わないというか、自分で好んでは3レイヤーのものしか使わないんですけど、要はこの裏地がですね、この裏側がメッシュが接着してあるタイプで、 2.5 層とか今パックライトとかっていうのがあって、まあ、塗装してあるやつあるんですけど、あれはどうも僕好きになれなくて、あまり性能の良さっていうのも感じないし、まあ、基本的には3レイヤーの方が、なんか濡れたりとかしてもあったかく感じるっていうのもあって、それは僕の錯覚かもしれないんですけども、一応3レイヤーを好んで使っています。で、このジャケットはファスナーが止水ファスナーにはなっていなくて、上げ下げがすごいスムーズな感じで、でも内側のですね、このフラップの折り返し、多分おそらくこれが防水の基準で合格してるんだと思うんですけど、ゴアテックスの場合は必ずフラップをつけなきゃいけなくて、それをこう折り返したりとか二重にしなきゃいけないとか、いろいろ基準があるんですけども、おそらく今の基準ではこのファスナーの場合は、この内側のフラップというか、まあ外側に来るわけじゃないんですけど、そこを折り返す加工をすることで、おそらく完全防水っていうのができているんだと思うんですけども、冬用ジャケットを選ぶ時の、まあ、ポイントとしても、いろいろ動画でお話ししている部分もあったりとかするんですけども、今日は その辺もちょっとまたおさらいでちょっと紹介したいと思います。まずこのジャケットはここにですね、ウィンドフラップとか、あとはパウダースカートとか、いろいろ呼び方があるんですけども、下から冷気が入ってきたりとか、新雪のパウダーのスキーをするときに、まあ、ボードでも同じなんですけど、ここからですね、こう新雪の雪がダーッとこう巻き上がってくる、巻き込んで中に入ってくるっていうのを防ぐための、フラップがついています。で、これはこうファスナーで取れるようになっているような感じで、まあ、ついていてもついてなくてもいいんですけども、そういう仕様になっています。夏場は外して使うような感じになると思います。構造としては裏地がついていない、3レイヤーのシングルというか裏地のないタイプで、一応冬山でも使えるような仕様になっていると。生地は、タフタイなのかな、ちょっとザラッとした生地で、まあ、雪の中でこうスリップしても初動がですね、スピードがダーンとこうつくのを防ぐような、ちょっとザラッとした素材になっていて、着てみますね。で、サイズを選ぶときは特に冬、まあ、カッパでも同じなんですけども、ダウンのジャケットとかフリースとか、ちょっと厚いもの、防寒着を着て、その上から羽織れる大きさが必要なので、まあ、夏場のカッパだと結構タイトなものを選んでも、まあそんなに問題はないんですけど、カッパの上からダウンのジャケット着たりとかすれば、まあなんとかなると思うんですけど、冬場はそうはいかないんで、まあ、ダウンのジャケットとか防寒着、自分が持っている防寒着を着て、要はそれでも余裕で羽織れるタイプです。で、僕はサイズは L サイズを選びました。ノースフェイスはゴールドインという日本の会社がライセンス規格で作っているので、どちらかというと日本人の体に合うサイズ構成になっています。ポートもの、輸入ものだとそうはいかなくて、アメリカで製作されたやつとかヨーロッパで製作されたやつはその国のサイズ表示になっているんですけども、日本で作られているゴールドイン製のノースフェイスは全て日本人の体型に合わせた日本規格で作られているので、僕の場合はまあ L サイズですねを選んでいるという感じです。これでもですね、結構ゆったりめです。で、その袖の動きとか、そういうものも妨げられないような、この立体サイダーになっていて、袖丈も結構長めになっています。で、この袖のところにはですね、ベルクロのフラップがついていて、これで絞ることで、しっかりと袖が上がってこない、まくり上がってこないようにできると。こんな感じですね。冬のジャケットを選ぶときは、とにかくこのポケットですね、手袋をしたまま、このポケットを結構使うんですね。で、このポケットはどちらかというと、こう反対側の手をこう差し込むような形状になっていて、例えば右手で何かを取り出すときは、左側のポケットから取り出すみたいな感じのポケットの仕様になっています。これ逆にこういうふうに差し込むやつあるんですけど、それよりも動きがすごくこうスムーズに取り出しができると。僕は冬場はですね、結構オーバー手とかをこう入れて、でインナー手で歩き始めたりとかして、途中で必要になったらオーバー手を出すんですけども、その時には逆にこういうふうに取り出すような感じになります。
ポケット冬場は使うんで、例えばメデ帽であったりとかサングラスの予備であったりとか、そういうものを入れたりとか、この歩いてる途中で必要になるようなものはこのポケットに収納して、歩きながらでもこう取り出したりとかできるような感じで使わなきゃいけないので、基本的にはこの身頃全体がポケットになっているようなものを選ぶのがポイントです。一部ちっちゃいポケットだと手袋入れるだけでもパンパンになってしまったりとか、あとは大きな手袋、厚い手袋をして取り出ししにくかったりとかするんで、できるだけ大きく開いて大きなポケットを使っているものを選ぶようにしてください。で、次に、フードですね。このフードに関しては冬の場合はですね、フード重要で、これかなりこうでかいフードなんですけども、ヘルメットをしても余裕で入るし、顔が全体がこう隠れるぐらいで、ゴーグルだったりとかサングラスだったりとか、そういうものだけが出ているぐらいの頭がかぶれる、これはヘルメットをしてもおそらく顔は全部覆えるぐらいな、これだけこうでかいフードになっています。これは結構重要ですね。特にサングラス、ゴーグルなんかも結構触るんで、大きなフードがついているものを選ぶようにしてください。ただこれは、ただこんな感じでは前が見えないんで、これは後ろ、この後ろでこう縛ることで自分の顔にぴったりフィットするような感じにできると。で、前の前立てもですね、できるだけ高い方が風に対して強くなるんで、特に横風とかだと、メデ帽をですね、鼻までかぶると結構サングラスとかが曇ってくるんですけど、前からの正面の風は風が抜けていくんであんま曇らないんですけど、後ろからとか横からの風の時は結構曇るんで、メデ帽はですね、口とか鼻とかが出ている状態でかぶってサングラスかゴーグルをしているようなことが多いので、その時に横風が来た時に、そのまま肌でですね当たると痛いんで、これで守ると、この頬とか鼻とかこの辺りを守るっていう感じになるんですけど、で、真正面から来るときは、こうやって閉めるとこんな感じですね。で、この時もファスナーを閉めて息苦しいようだと結局閉めれなくて、開けた状態で使わなきゃいけないんで、このファスナーもしっかり閉めてもまだ普通に隙間が空いてるぐらい、要は息苦しくないぐらいの方がいいですね、大きさ選ぶときは。こんな感じですね。このフードがかなりでかいっていうのが特徴ですね。こんな感じです。ヘルメットをしたままでも使えます。その辺がですね、素材がザラザラしていて、雪のスリップとかでもスピードがつきにくいっていうのと、あとはポケットですね、ポケット大きいやつ、大きなポケットで使いやすい、グローブをしたままでも使いやすい、あとは動きやすい、中に防寒着とかを着ても、非常に動きを妨げないような、立体裁断のものがいいです。こんな感じで全然抵抗がなく動かせるので、出ていてフードが大きいと、ヘルメットをしたままでもこう被れるし、そうじゃなくても、十分こう調整ができて、使いやすいものっていうのがいいですね。で、この前立て、これは本当に大事です。冬場はですね、この前立てが高くなっているものを選ぶようにしてください。このぐらいのやつだとどうしてもここが守れるものが、そのメデ帽とかしかなくなって、メデ帽をしっかり被ると今度サングラスが曇るっていう問題が発生したりとか、それ状況次第なんですけども、そういうものを発生するので、その辺をですね注意して買っていただければいいんですけども、このノースフェイスのゴアテックスプロジャケットっていうのはその全てを賄っていて、夏にも使えて、オールシーズンで使えるという感じで、今年は冬山で使いたいなと思います。でですね、僕は今年このプロジャケットを色違いでこの黄色と赤を購入しました。で、この赤はちょっとスキー場のパトロールの時に使おうかなと思っていて、黄色は山で使うんですけど、このパトロール用に、アクトのメンバーで、雪崩対策とかをスキー場でやってるんですけども、その時に使おうかなと思って、2種類購入をしたんですけども、まだ今年来てないんで、これから使っていきたいなと思います。おそらく変な不具合はまずないですかね。今までの僕の経験も踏まえて選んであるんで、ここがダメだなっていうところはおそらくないので、もし興味ある方はメーカーのサイトとかチェックしてくださいという感じです。とにかく冬のジャケットとかオーバージャケットとかもそうなんですけど、選ぶときは必ず防寒着とか衣類を着た状態、持っていく衣類を全て着た状態で上から羽織れるサイズを選ぶっていうのがポイントになりますので、その辺をですね間違えないようにしてください。僕も以前間違えてですね、薄着の時に羽織って購入したやつが冬になったら、こういったダウンのジャケットとか着るともうパツンパツンで着れなかったりとかっていうことがあったりとかしたことがあります。そういう失敗をしたことがありますので、そういう失敗をしないように冬用のジャケット、オーバーズボンもそうなんですけど、タイツを履いて、考えられるですね、最大限のタイツを履いて、その上から履けるサイズを選ぶようにしてください。それではまた。